やっほー、皆さんこんにちは、あやです。今日は皆さんにデパ地下で使える日本語を紹介したいと思います。デパ地下って皆さん知ってますか？デパ地下はデパートメントと地下を意味する地下が組み合わさってできた言葉です。日本の百貨店は1階が化粧品売り場、最上階がレストラン街になっているなど、どの店舗でもフロア構成が似ています。デパ地下には美味しそうな食べ物が整列されてたくさん並んでいます。食べ物天国です。それでは私が実際に買い物をしてきたので見てみてください。どうぞ。グリルエビとアボカドのサラダを 200g。 あ、大丈夫です。ほうれん草のサラダを200。はい、ほうれん草のサラダの他お取り寄せ物ございますか？あ、大丈夫です。250g。 あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。グリルエビのサラダ、ほうれん草のサラダを1つ2,830円です。はい、クレジットでお願いします。初代のスマートフォンのアプリよろしかったですか？あ、大丈夫です。保冷剤お付けしますか？あ、保冷剤、あ、お願いします。あ、それパチヤリのポイントカードを持って。あ、大丈夫です。お待たせしました。はい、ありがとうございます。お、フライドチキンを3つお願いします。はい、クレジットで、クレジットで。はい。あ、ないです。はい。ありがとうございます。はい。このケーキ一つください。一旦一つずつお間違いないですか？はい。有料のスプーンのご利用はよろしいですか？大丈夫です。本日注文の仕上がりお願いいたします。プレゼン約2時間でお付き合いします。はい、2,188円でございます。はい、ポイント D ポイントポンと高さ前のポイントはよろしいですか？あ、大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。あ、持ってないです。有料のレジ袋。あ、じゃあ大丈夫です。はい、あ、すいません。何かポイントのスクールとかはお持ちないです。そうでございます。ありがとうございます。少々お待ちください。はい、はい、ありがとうございます。これを2つください。カードでお願いします。はい、お願いします。大丈夫です。それでは今日の動画はどうでしたか？チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。